アメリカンインターナショナルビルアメリカンインターナショナルビルはアメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタンクフィナンシャルディストリクトにある超高層ビルであるこのビルの高さは地上66階建て290メートルである春工は超高層ビルの高さ競争最盛期である1932年当時最も人気の高かったアールデコ様式のビルに ゴシック様式をモチーフとした戦闘場の頭頂部を持つという衣装を採用している。完成当時はエンパイアステートビル、クライスラービルに次いで世界で3番目に高いビルだった。1970年世界貿易センタービルが完成するまではダウンタウンマンハッタンで最も高い建築物であり、2001年のアメリカ同時多発テロ事件にてその座を取り戻すこととなった。 2013年現在、ニューヨーク市で9番目に高い建築物となっている。保証としては、アメリカンインターナショナルとされることが多い。以前は、シティーズサービスカンパニーの所有であったので、シティーズサービスビルと呼ばれていた。シティーズサービスは、本社をオクラホマ州タルサに移転する、サイ、ービルを AIG に売却。現在は AIG の所有であり、 同社の世界本社として使用されているが、シティーズサービスもテナントとして事務所を置いている。ライムストーンで覆われたこのビルにおいて最も目を引く特徴は雪が被ったように見える、その頭頂部である。66階にあるガラスの展望台からはダウンタウンが一望できるが、現在 AIG の従業員以外の入場はできなくなっている。当ビルでは竣工当初、 二つの木座橋に同時にアクセスできる二階建てエレベーターを採用していた。小さな建築面積の中、エレベーターシャフトの本数を削減しながらも十分な垂直輸送量を確保するためであったが、評判はかんばしくなく間もなく撤去された。ところが、シティーズサービスは1970年代に同じアイデアを再び採用している。70パインストリート、 ザスカイスクレーパーセンター、カウンシルオントールビルディングスア,ンドアーバンハビタット、2013年十二月九日、閲覧。AMERICANINTERNATIONALBULDINGATSKYSCRAPERPAGE.COM、e、I ハットザアメリカンインターナショナルビルディング、アートデコエラ、パート三、ニューヨークスクレーパース。 g r e a t g r i d l o c k n e t クエソ、スティーブ、ローズテイクスオーバーアット70パインストリート、ニューヨークポスト、オーガスト7、2012ありがとうございます。